皆さん、パルと申します。本日はオートヘイブンレッカーズレッジのショップにてスーパーレスキューモレル。これはモレルがスーパーレスキューになるまでの物語だ。スーパーレスキューモレル、仲間を助けスーパーレスキューを目指せ。使用パークはこちら。よろしくお願いいたします。さあ行こう、レッジのショップだ。これコミュニティチョイスのマップじゃないマップだよね。多分レッカーズヤードがチョイスマップだったはず。あらあらあら、待って、状況が何もわからない。オブジェクトになりすまそう。そういう時はなりすませない、なりすまさない。でもあれだね、なんか普通っぽい信号の人っぽい。オブジェクト、オブジェクト、私いい、私オブジェクトってことで何にもわかんない、マジで。あれはあれは誰、足速くね、ツインズ、誰だって今の。なんか背負ってるように見えたな。ルインがあるわ。一回ルイン捜索隊やるか。ツインズだったらでもビッグ出し、あートラッパーでーす。終わりました。砥石です。終わりました。もう何やってん。もう、あ、了解です、トラッパーね。え、なんか今フックが折れる夫みたいな人だった。気のせい、もしかしてこれ地下ある。終わった、あ、終わった。あー、はい、もう、いや、今のが DVD オブザネットなら終わったか。初手地下トラッパー、かっこいいね、このスキン。めちゃめちゃいいスキンじゃん。ナイス発電機、みんな発電機してくれ。この血族で情報取ってみんな発電機してくれ。ありがとう。一人発電してる。もう罠ガチガチに仕掛ける構え。大外回りで行くかな。じゃあ大外回りで階段渡ってこうな。いいぞー、血族で2分耐えるだけの動画になるかもしれない。窓枠あたりに頑張って仕掛けようとしてる感じかな。窓枠は使わないと。板のところに仕掛けられてないのであれば、むしろ好都合ってことある。いいぞ、一人一応救助の構えはしてくれてるな。偉いぞー。発電もう1台は絶対進むね。多分もう2台行くでしょ、もう1台行くでしょ。 OK、 私が死ぬまでにあと2台動けるといいね。ここなんかもうガッチガチガチガチ、もいいとこ。でもすごいな、罠めちゃめちゃあるな。これあれかな、最初から罠めっちゃ持ってこれるやつかな。さあみんな発電してくれ。どうだ、どうでしょう。すげえ、あの状況でまだ救助諦めないの、かっこよすぎる。ナイス、頑張れ。いっぱいあるよ、いっぱいある。そうでも大外で、あーら、で自分では解除できない。もう一人来てる。頑張れ頑張れ、追われてる。自分では解除できない、這いずりなる。まあ、ここまではまあみんな分かってたことだから。さあこの間に救助が入るわけでもない。終わったか、勝負あったか、対ありか。ありがとうな、救助しに来てくれて。めちゃくちゃ優しいわ、あれだけガチガチ。まあでも今すべて見えてるから、あのレオンくんかな、レオンくんがどういう動いていくか、血族のあるうちに来てくれるか、諦めるか。あ、諦めてもいいんだよ。私の命はもう間もなく。いやー、ふう、事故、その類だったね。ありがとう、キルが来てくれてありがとう、本当に。これはあれかもしれない、動画上げ始めて過去最速かもしれない。なぜ地下室滞在のポイントがもらえたのだろうか、今私に。対戦ありがとうございました。もうちょっとマジで気をつけて、気をつけていこう、これ刻み込んでいこう、この試合。みーちゃんもごめん、ありがとう、切断してね、もう心折れちゃったね、ごめんね、ありがとうね、本当に偉かったと思うよ。はい、ということでスーパーレスキューモレル、これからも頑張りますので、皆さんどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。お相手はパルでした。バイバイ。